アメトハンスルタンは、ラク人と、クリミアタタール人のハーフで、ソビエト連邦の軍人、AS パイロット、ソ連邦英雄。1920年10月25日に、クリミア半島のアルプカで労働者階級の家に、生まれた。当時、クリミア半島は、ピョートル・ブラーンゲリ率いる南ロシア軍の最後の、勢力拠点だったが、11月のペレコープ長がある、作戦によって、 赤軍の主柱となった。父親スルタンアメトハンは、クリンスキー地区から移住してきた楽人、ラク母親ナシーブは、クリミアダタール人。本来の出生名は、アメトスルタノビチアメトハンで、アメトの名前は、祖父の名前に由来する。現在一般的なアメトハンスルタンの名前は、軍事航空学校入学時の手違いが原因で、誤って、父の名が記入されてしまい。 さらに生徒名が逆転してしまったものである。アメトハンの名前は時折仲間から着されることがあったが彼自身もしばしば俺はハーンとスルタンの両方さと冗談を言っていた。彼の友人や家族のほとんどは彼をスルタンではなくアメトハン内し本来のアメトで呼んでいた。1937年に7年生学校を卒業し、 シンフェロポリの鉄道工場学校を経て1938年より、地元の駅で整備士として働きながら、ザボードスコエ空港に拠点を置く、エアロクラブで学んだ。1939年2月に赤軍に加わり、1940年に、セバストポリの英会ミャスニコフ名称第一カチャ、軍事航空学校を卒業して、第122戦闘機航空連隊に配属された。 初戦カナチスドイツが1941年にソ連に侵攻した時、アメトハンは第4戦闘機航空連隊のパイロットであったが、直ちに前線に配備され、ロストフなどの防空船に参加した。当時の使用機は時代遅れのポリカルポフアイ -153 であった。高い損害を受けた後の1942年と、連隊は再訓練され、 新しく受領されたフォーカーハリケーンを配備した。1942年3月、連隊はヤロスラブリ防空戦に配備された。5月31日、ユンカース18、8 8と対峙していたアメトハンは、弾薬が空になったと知るや、正面からタラーンを観光し、上向きに飛ぶと左翼で敵機の翼を破壊した。彼は腕と頭に毛が多い。 コックピットのダッシュボードに何回も頭をぶつけたが燃え盛る機体から脱出し落下山で降下した着陸した酒は農場であった農夫たちはアメトハンをドイツ空軍のパイロットと疑いくまでを向けてきたがアメトハンがパイロットのコートを折り返して赤星勲章を見せると農夫たちは態度を改め飛行機の墜落地点を調べた八十八の二人のパイロットは アメトハーンが休んでいる間に村人によって発見された。アメトハーンは体力を回復させるために農場にそのまま一晩滞在したが、昼に連帯政治委員の N.I. ミロノフが訪れ、彼を起こして攻撃の成功を祝福した。その後すぐに病院に短期入院し、連帯に復帰した。彼は両機のパイロットたちから時期を下向きではなく、 上向きに体当たりしていれば、着陸装置を壊しただけで済み、胴体着陸させ、傷つかずに立ち去ることができたかもしれなかったと、からかわれるようになった。その後、爆撃機は、偵察任務にあったことが判明し、機体を犠牲にした彼の働きは、ソ連空軍の損失を少なくしたことにつながった。この戦火により、彼は、ヤロスラブリシト防衛委員会より記念の時計を、オられ。 後に、レに、霊人勲章を授与された。第9新鋭戦闘機連隊への転属同年夏、アメトハンは、第4戦闘機航空連隊の中から抽出された派遣部隊の一員として、ブリャンスク戦線、第287戦闘機航空師団冷下に、配属される。ボロネジ上空にて、いずれも共同で、BF190 機、HE-113 及びジュ87、 各一機の撃墜を記録する。8月にスターリングラードに再配属され、上記は国産の約マイナス 7B となった。連帯の中でもいち早く野戦に従事したものとして指揮官から称賛された。その後間もなくボロネジに戻り、上記は約マイナス1となったが、なかなか戦果を上げられなかった。12月になって、ようやく HE-111 機の 単独撃墜を報告する。スターリングラードの戦いでは、一転して、たちまち撃墜数を増やし、10月に、名門の、第9新鋭戦闘機連隊に再配属された。この部隊は、ドイツの航空攻撃に対抗するべく全員が、飛行エースで再編成されていた。著名な部隊員としては、当時ソ連のトップエースだったミハイル・バラノフ、最初の女性飛行エース、リディア・リトバクがいた。 1942年8月にスターリングラード上空で蒸気役マイナス7が撃墜されるも2度目のパラシュートで生還。1942年11月、第9新鋭戦闘機連隊の第3飛行隊隊長を就任、以後終戦まで同職を務めた。また、上空からの襲撃のため、 第8空軍司令官ティモフェイ・フリューキンは、機体に、ワシのパーソナルマークを描くことを許可した。1943年に、ベルピーマイナス39エアラコブラの受領と、完熟訓練の後、ロストフなどの上空の戦闘に参加し、タガンログ、メリトポル、クリミア半島を奪還戦の一環として、クバン地域での激戦を目の当たりにした。1943年8月24日、 モルドバ、ウクライナ南部、ヤロスラブリ防空戦のみならず、南部、ブリャンスク、スターリングラードの最前線での戦闘に貢献した、ことで、ソ連邦英雄称号を授与された。ソ連の公式文書に記録されてはいないが、英国の歴史家、トーマス・ポラックとクリストファー・ショアーズは、アメト・ハンは1 88に2度目のタラーンを観光した、ことが1943年の冬に、 スターリングラード船に派遣された原因であるとしている。記録上、タラーンを観光したソ連軍パイロットは2回が17名、3回がアレクセイクロビストフラ2名、4回はボリスコフザン1名のみである。クリミアタタール人としての苦悩スターリングラード船にて、約マイナス7を狩るアメトハンソ連がクリミアを解放した少し後、 アルプカの家族の安否を確認するために1944年5月18日から20日までの3日間の休暇を取ることが許可された。そこで彼は自身と同じクリミアタタール人たちが対独協力の権威をかけられ、クリミアから追放されているところを目の当たりにし、さらに彼のアニー・イムランが NKVD に指名手配されていることを知った。アメトハンがクリミアからドイツ軍を追放するべく、 心身を危険にさらしていた間、イムランはドイツの補助警察に加わり、強制収容所の警備に従事していた疑いがあったのだった。クリミアの占領中、アメトハンスルタンの先行を懸念するプロパガンダがソ連軍によって空中投下され、その結果、両親はそれを知った、ゲシタッポの追求を受けていた。イムランの対独協力は、 両親が処刑を逃れるための苦渋の決断だった。家に入った NKVD 将校は、アメトハンとその両親に、クリミアからの退去を強制しようとしたが、彼らは激しく抵抗した。アメトハンは、暴行を受けながらも、自分はソ連邦英雄だ。自身の戦果はソ連に公認されたものであると主張した。当時、現場にタッパーベルゴロバチェフは、NKVD の役員は、 彼の民族的背景について、アメトハンに尋問すると、技術的には、ダゲスタン人であるとみなし、クリミアタタール人を国外追放する命令があったと述べた。NKVD は、クリミアのタタール人を国外追放し続け、タタール人であった彼の母親も、輸送地点に送られたが、別の民族と結婚している場合は、近親者含め国外追放は免除されることになっていたため、 アメトハンの友人であった他の空軍軍人の説得により彼の母も法的観点からクリミアタタール人とはみなされずウズベキスタン移住を免除された。イムランは強制収容所に警備員として従事していたとして1946年に軍事裁判を受け刑を宣告されたが残りの禁止者は国外追放の全体的な処罰を免れた。それでもまだ残る戦火のため 結局、アメトハンの家族はクリミアを去らなければならなかったが、ウズベキスタンではなく、ダゲスタンに向かい、また荷造りと車の運転により多くの時間を与えられた。最後の戦闘暴力的な国外追放を目の当たりにした後、アメトハンは連帯に戻り、引き続き卓越した戦いぶりを見せ続けた。対戦後期、ケーニヒスベルク、東プロイセンベルリン攻略戦では、 ラブオチキンラマイナス7を蒸気とする。ケーニヒスベルクでは、ノルマンディ2面のパイロットと共闘。また、両機、ボリス・マスレニコフが、新人のチュブコフ、フボストフらと共に6機編隊で、ドイツ軍戦闘機6機編隊と交戦中、うち4機がフボストフを襲い、さらに、チュブコフを囲んだが、アメトハンが攻撃に割って入りチュブコフの命を救った。 1945年4月29日、ベルリンテンペルホーフ空港の近くで、フォッケウルフ FW190 を撃墜、彼の30回目の単独撃墜にして、最後の戦果となった。1945年6月29日に2回目のソ連邦英雄称号を受ける。合計30機を単独撃墜し、19機を共同撃墜603装置出撃し、150の 空中戦に参加した。ソ連軍司令部の命令により、対戦を生き残ったすべての飛行エースは戦後も2位のの空軍士官学校で再教育を受けることになった。しかし、最低限の中東教育しか受けてこなかったアメトハンにとっては、厳しい要求で最終的に中退許可を求め、1946年に受理された。飛行機の道を立って、 しばらくの間、うつ病に陥り、民間パイロットに転身することすらできなかった。そんな中、球場を知ったアレクサンドル・ポクルイシュキン、アレクセイ・アレリューヒン、ウラジミール・ラブリネンコフラかつての戦友は彼を励まし、ジューコフスキーの飛行調査研究所の試験操縦士への道を進めた。1947年2月に入社して、以来研究所での地位が上がり、 1952年に一級試験、操縦士に達した。1949年6月、イゴールシェレストと共に、ソ連発の完全自動空中給油を、ツポレフツ -2 で実施した。また同年、二人乗りのミコヤングレビッチアイ -320 前、天候試作迎撃機の初飛行を、ヤーコフ・ベルニコフと共に行った。1951年から1953年まで、 セルゲイア・アノーキン、ヒョードル・ブルテセフ、およびバシーリー・パブロフと共に、空対空ミサイルである KS、KS-1 コメートの有人試験を行った。試験中、アメト・ハンは、コメートの地上からの飛行と、空母からの発艦をそれぞれ実施した、最初のパイロットでもあった。ある試験飛行中、KS-1 を切り離した後、エンジンが始動しないトラブルに見舞われるが、すぐに、 パラシュートで脱出せず再始動を繰り返し、最終的に再始動に成功、試作機の機体を守った。この行動に対して、テストパイロットチームのメンバー全員に、ソ連邦英雄、金星賞が授与されることになったが、当のアメトハンだけは、三重英雄とはならず、代わりに赤旗勲章とスターリン国家賞の第二席が授与された。 クリミア追放を承認した超本人であるスターリンがこの件でクリミアタタール人がテストパイロットとなっていることを知り劇したからであるとされる。アメトハンが生涯を行ったテスト飛行の多くは軍用機の救命装置のテストが目的であり首都となり合わせの危険な任務であった。1958年11月12日。 スホーイスマイナス7およびスマイナス9向けに設計された射出座席をテストするため落下山効果担当のバレリーゴロービン王のセミグマイナス15を飛行中のことであった排出装置発射のタイミングが早すぎたため機内で爆発が起こり燃料タンクが破裂ゴロービンの射出座席が固定された操縦席は煙とガスで充満した上 ジェット燃料のケロシンも流れ込み視界が制限された。火の手が迫る中、ゴロービンとその指揮官が彼に航空機からの脱出を命じても、アメトハンは同志の放棄を拒否し、戦闘機の緊急着陸を成功させた。また、ユーリーガガーリンや他の多くの宇宙飛行士のため、無重力状態訓練用に改造したスマイナス16を操縦したこともある。 彼ら宇宙飛行士からは冗談と敬意を込めてパカンと呼ばれていた。1961年9月23日、テストパイロットとしての功績により、ソ連名誉試験操縦士を授与された。生涯操縦した航空機は96種類、飛行時間数は4237時間であった。1971年2月1日、新型ジェットエンジンをテストするため、キャビン内部を 飛行実験室として改造された、スマイナス16を操縦していたが、機体が墜落し、アメトハン含め登場していた5人の飛行士全員が死亡した。事故に関する公式報告書は、ペレストロイ介護も機密事項とされているため、墜落原因は不明のままである。この事故で死亡したパイロットの慰霊碑が建設され、アメトハンは、ノボデビチ墓地に栄誉霊を持って葬られた。 彼の葬式には、クリミア・タタール公民権運動家、大祖国戦争の退役軍人、将軍をはじめ、ウラジーミル・イリューシン、アレクセイ・ギャザーノフ、アブドラ・イムレシドフラテストパイロットなど、ソ連の様々な著名人が参列した。1944年の夏、モスクワで受領した、ラ・マイナス・ナナ戦闘機の完熟訓練をしている間に、ファイナ・マクシモブ・ナ・ダニールチェンコと出会い、 1952年に結婚。スタニスラフとアルスラーンの二人の子供を設けた。二人とも成長すると軍に入隊し、いずれもアメトハンの姓を名乗った。ファイナはアメトハンがテストパイロットという危険な仕事を続けることに反対し、50歳の誕生日に引退してはどうかと提案していたが、アメトハンが応じることはなかった。ファイナとアルスラーンは、 アメトハンの事故死から間もなくして後を追うように亡くなっている。アメトハンはソビエト連邦でクリミアタタール人の名誉回復と帰還権を公に要求した最初の一人だった。1965年2月5日、他の数人のクリミア出身の共産党員と共に共産党の中央委員会に以下の請願書を送った。だが、フルシチョフが 国外追放を非難し、1950年代のチェチェンやカラチャイなどの国々で、他の追放された人への完全な返還権を与えたにもかかわらず、要求は拒否された。クリミア・タタール人に完全な返還権が認められたのは、アメト・ハンの死後、ペレストロイカの時である。晩年には、モスクワの有利オスマノフ、ゼキエチャップチャーク氏、アベリア・アーキム・ゴホラフ、ソフィー・コッセ、 サイトメメットトイロムフ、ムスタファセリモフや、サマルカンドのアイッシュサイトミリートーバ、イリアスムスタファエフ、ムスタファ,、F、ムスタファコンスルなど、多くのクリミアタタール人活動家や指導者と会談した。パスポートの国籍欄はじめ公文書等では、NKVD からそれを変更するように頻繁に圧力を加えられたにもかかわらず、彼はタタール人であることを生涯貫いた。同じく、 テストパイロットのアレクサンドル・シチェルバコフによれば、フランスでのノルマンディー2面メン連帯の記念式典に、不参加だったのは、表向きは、スマイナス9のテストのためとされたが、実際はそうした背景があったからだという。権利運動への参加もあり、クリミアタタール人コミュニティにおいては、アメト・ハンは、クリミアタタール人の英雄として象徴的な地位にある。百七十四年、ノボデビチの墓に、 タタール人彫刻家、サドリアクン作のアメトハン像が追加された。2010年、ヤロスラブリで彼が188 18に体当たり攻撃を観行した地点には記念碑が設置された。ウクライナとロシアのアルプカ、ダゲスタンのマハチから、ソブクラ村などの町には銅像や胸像がある。シンフェロポリにはアメト半広場があるほか、アルプカ、スダク、ボルゴグラード、ジュコフスキーには アメトハン通りがある。その他彼が学んだエアロクラブ小惑星にもアメトハンの名前が冠されている。1993年アルプカにアルプカアメトハンスルタン博物館が開館。ラマイナス7のレプリカや KS マイナス1コメートが展示されている。2013年ウクライナでアメトハンを主役とするクリミアタタール語映画ハイタルマが制作された。 アテムセータブライエフが監督、主演。また、シンフェロポリ空港にアメトハンの名前を冠するよう、クリミアタタール人団体から、ロシア政府へ繰り返し請願が行われたが、実現しなかった。マハチからで行われた愛国デモ運動不滅の、連帯でアメトハンの肖像を掲げる参加者アメトハンは、生涯クリミアタタール人であることを公言していたが、父方のルーツの、 ダゲスタン人であると主張したことはなかった。しかし、ダゲスタン共和国でもアメトハンをダゲスタン人の英雄と見る動きもあり、クリミアタタール人団体と衝突することがある。ダゲスタンの新聞、ダゲスタンプラウダは彼の事故死の際、ダゲスタンの人民の勇敢な息子と題した追悼記事を組んだ。1988年にはカスピスクの 第8中学校をアメトハン名称第8中学校と改名。ダゲスタン共和国首都マハチカラをはじめカスピスク。坂にもアメトハン通りがあるほか、アメトハンの名を冠した峰もある。2016年、ダゲスタン共和国政府はローカル法省としてアメトハン起章を作成した。マハチカラ近郊の浮いた主空港は彼の名誉にちなんで命名された。なお、 前述の通りアメットカーンはダゲスタンで生まれ育ったことはなくダゲスタンの言語を一つも話せなかった。またアメトハンは彼の国民意識について尋ねられた時誇らしげに私はクリミアタタール人の息子です。と言っていたが一方でダゲスタンの詩人ラスール・ガムザートフは著書我がダゲスタンの中でアメトハンと対談した際彼は このように話したと記している。アメトハーンの撃墜数については、個人撃墜30期、共同撃墜19期という見解が多数である蒸気、P-39 の模型アルプカのアメトハーンスルタン博物館にある、蒸気ラ -7 のレプリカ。ありがとうございます。